はい、えー、今回ですね、熟成さんからご質問いただいたので回答していきたいと思います。えー、今、他のコンサルを受けている、コンサルを受けているけれども、まあちょっとバーって書いてあるんで、ちょっとまとめますね。コンサルを受けてて、そのコンサルを受けている人の商品を売ってもいいということだけれども、えー、集客するために YouTube をするように、そのコンサルで言われたと。 で、そのコンサルでは、えー、まなぶさんのような動画、まぶさんじゃない、ブロガーのまなぶさんですね、のような、えー、動画投稿がいいと言われたけども、あのクオリティを出し続けるのはきついと、吉谷さんであればどういう戦略で考えますかということなんですけども、まなぶさんはどっかの動画で言ってましたけど、外注化してます。1本確か1万円だったかな。僕が見た動画は、1万円ぐらいで外注してるみたいなことですね。うん だお金あるんだったら、外注投げれば可能かと思いますあれ。あのクオリティを出すっていうの。でもあのクオリティそんなにすごい編集じゃないから、ランサーズとかで、まあ、1万円ではなく5000円とかでできる人いないかって探せば費用は抑えられると思います。そんなになんかそのかっこよくない。まあ、学さんの例えば800万のルーティンとか、ちょっとエフェクト入れたりとかちょっとかっこよくするやつに関しては、 うんちょっとちゃやってるかもしれないですけどその日々のそのビコンみたいなツイッターツイッターでつぶやきましたとかなんかそういうとかポコンポコンとか入れるぐらいの編集ってぶっちゃけ僕もやろうと思うので言えばできるんで <laughs> そんな難しくないですただ手間がかかるってだけですでテロップとか超手間かかるんであのできるけどめっちゃ手間がかかるっていうだから時間かかるってことですねうんお金出せばできますで僕の戦略としてはえー 単純に <laughs> まあいつもやってますけどいつもやってますけど、えー、<laughs> 僕に聞きます脳編集で iPhone の iPhone の一番低画質 720p で撮るっていう <laughs> まああの早いんでめっちゃ早いですだから脳編集で喋ってっていうでいじるところはカスタムサムネイルと集客、あのー、を狙うんだったら SEO のタイトル選定ですね タ,タイトル選定とカタムサムネイル、ここを研究してやるっていう。だからその売る商品、売る商品に属性を合わせた YouTube チャンネルを開設して、で、そこで脳、えー、編集で、えー、行くと。これが一番簡単だと思います。続けるんだったら。うん。だ僕はその戦略でずっとやってますから。で、最近はたまにですよ。まあ最近その今度、えー 熟成産のモーリーとジョイントで、えー、商品出すんですけど、あれはもう撮影3日目でしたね。3日目でして、まあテロップはちょっとめんどくさかったんで入れないですけど、まあちょっと3日目の切り替え、でもあのアングル切り替えも結構め,めんどくさいんですよ。3日目のあのめアングル切り替えもちょっとめんどくさいんですけど、まあやろうと思えばできます、僕も。全テロもやったこと何度もありますから、でも相当しんどいです。うん、だからそれをやった上で、 僕がお伝えするのは続けるんだったら、えー、iPhone の脳編集で撮影して、えー、アップしていくというところですねうんだ戦略的にはその属性ですよね属性に合ったチャンネルをしっかり運用すると僕はもう特殊なやり方をしてますから僕のやり方は真似するべきじゃないですね僕はもうぐちゃぐちゃじゃないですか何やってる人か分かんないんで,で何やってる人か分かんないけどねじ込んで売ってる感じなんで これは現実的に難しいです、うん、非常に難しいやり方を僕はしてます。で、なんで難しいやり方でも売り上げを3年ぐらいずっと売り続けてるのか、再生数もそんなにないのに売り続けてるのかっていうと、経験があるからかなっていうところですね。で、あと少なくても、まあ無料の動画あるじゃないですか。で、無料の動画で僕はドリアガでも教えてますし、言ってますけど、フロント商品。 をしっっっかり作てて売ってフロントアップセルバックエンドみたいな話をしてると思うんですけどしっかりフロントを売り続けてるんですよ。買いやすい値段でフロント商品を売り続けてます。で、このフロント商品を買った人っていうのは僕の無料動画と有料のコンテンツっていうのはやっぱ違うんですよ。で、この有料のコンテンツフロント商品を買った人っていうのが大体もう 50%以上リピートしてくれるんですよでなんでかっていうとその有料商品がいいからですそのリピートしてくれる人はですよいいと思ってるいいと思ってくれなければクソ商品買ったなと思ったら安い商品クソ買った買ってクソ商品だなと思ってまた買います買わないですよねうんだからそれはうん経験があるから有料の商品もまあある程度話せるまあ有料の商品も僕はあの 台本ないですけどね全部即興でセミナー、まあ、基本セミナー映像売ってますけどうんって話ですね、うん、あとはもう一つ脳編集がきつい脳台本で喋るのがきついっていうことだったらあの柴田さんも最初やってたんですけど柴田さんも基本的にそのこう撮ってまあ今はちょっとね今もまあ一緒っちゃ一緒ですよ最初の,その V あのエンドロールとかはこれ作ってもらってるんで。 100万円払うんで誰か作ってくれませんかって募集して100万払って作ってもらったやつを前と後ろに入れてるだけなんですよ。で基本的にベースとしてはほぼ編集しないというベースやってますけどもなんだろうなうん他の戦略でいくとするならばうんでもそこしかないですからね。YouTube って基本的に タイトルとタイトルとカスタムサムネイルが一番でかいとこなんでそこをしっかりやるっていうとこ以外あんのかなうんまああとすいません LP の方をうんなんだえー、あそうそうそう LP の方をこう作ったっていうのをちょっとシェアしていただいてるんですけどもこれって自分のこのアフリエイトになるわけじゃないですかアフリエイトになるわけですから うん、ワンンクッションページを作るって感じですかね要はこれってそのままだと思うんですよね。だからこれがうーん自分のページだったらいいんですよ。自分のメディアで自分のページで自分の商品だったらいいんですけどこれって直リンクでクリックしたら他の人のページに飛ぶわけじゃないですか。うん、他の人の話じゃないですか。なんでその そのコンサルの先生との出会いだったりとかそのなんでこういうふうなことを今やってるのかとか出会いとかでその、えー、コンサルしてる人のティーアップしたようなだその自分のメディアを見てくれてる人っていうのはその人知らないわけじゃないですか。ですよね。 自分の声、自分のメディア、まあ顔出しするかどうかわかんないですけど、自分の話を聞いてくれてる人は、その人のことは知らないわけですよ、自分が入り口に入ってるわけですから。じゃあ、そこに対してどうアフリエートをしていくのか、紹介していくのか、じゃあ、その人の、えー、出会いとか、その人がどういうことをやってるのか、その人の権威性だったりとか、そういうところをワンクッションページを作って、興味性を出して、出した上で、信頼を移行させて、クリックさせて、ページに飛ばすっていう感じですかね。 もしくはもしくはもっと細かくやるんであるならステップメールで、えー、その伏線ですよね1通2通3通4通5通メンターとの出会いみたいなとかなんか1通2通3通4通で、えー、そのメンターの究極の商品をご案内しますみたいな感じで、えー、最後案内していくとみたいなそのワンクッションが必要もしくはステップメールで何,何クッションもかますかとか うん、もしくはそのページで自動化したいんだったら自動化したいんだったらこのページっていうのはもともとあったページをまあリライトしたような感じだと思うんで自分のコンテンツが入った教育コンテンツが入ったページを3枚ぐらいかますで3枚ぐらいかましてその3枚の中にメンターの重要性先生を選ぶ重要性とかいろいろそのお服種まきしとくわけですよ。で僕が なんでこの人を選んだのか今こういうことをやってるのかっていうのがこの1話2話3話で自分で動画を作って教育コンテンツ作ってじゃあその人の紹介しますって言って、えー、やると。ということはそのページを自分のページを作ってしまえば、えー、ファーストインプレッション、えー、1話2話3話、えー、勝手に見てくれてでそのメンターって誰やろうじゃあメンターのメンターの話を聞いてみるみたいなボタンがあってじゃあメンターの話を聞いてみるじゃあそうしたらメンターが出てくるあこう,いうこの人かみたいな。 っていうふうに、そういうページでやれるならば、まあ、ステップメールもそうですけど、そのページバー,バージョンですで。そうすると、例えば自分の LINE アットに誘導するじゃないですか。で、LINE アットに誘導したら、その一番ファーストページを案内して、で、自分のコンテンツ3個ぐらいあって、メンターが、情報よりメンターを先にやればいいみたいなね。まあ、コンテンツがあって、教育してて、で、メンターのページみたいな感じですかね。うん,うん。 で僕がおすすめするのはうんまあこれ売ってもいいんですけど自分で自分のダイレクト課金する自分で直売りするっていうのが一番の力になると思いますけどねうん、まあ、別にそのアフリエイト人の商品を紹介して売り上げを作ってもいいんですけど結局コケグリスト流れるわけじゃないですか結論言うとまあメリットとしてはサポートあんま必要ないっていうところもあるしその人に丸投げっていうところもあるわけじゃないですかアフリエイトっていうのは。 だけど結局顧客を流してる顧客集客代行なんですよある意味アフリエイトっていうのは顧客集客代行してるんですよだからこれは仕事になっちゃうんですね顧客自分の顧客にならないんでんならないというかうん、まあ、結局自分の商品ではないわけじゃないですかだから本当に中長期ビジネスやっていくんだったら自分の顧客にしていかないといけない自分のファンにしていかないといけないつまり自分の商品 メインコンテンツ自分の商品っていうのをしっかり作ってやらないとダメですでなんでこっちの方に行くのかっていうとそれをうんステップしてそ,その <laughs> 道をステップして早く収益を上げたいっていうところなんですけど実は早く収益を上げるためには自分の商品を作って売るっていうところのステップを踏んだ方がアフリエイトも早くいきますうんそう例えばまあ ね、昔メルマガアフリエイトの教材とかもめちゃめちゃ売られてたりとかしてましたけども、じゃあメルマガアフリエイトも結局何やってるんですかっていうところで紹介してアフリ報酬で得て稼いでるけども、実際メインのコンテンツって自分のコンテンツがあるからなんですよ。自分のコンテンツが。自分のコンテンツがあるからアフリエイトがその信頼の移行ですけど。うん。もちろんね、LP がめっちゃ過激で誘導させるだけでね、 い昔はオプトとかもありましたからオプトとかのなんだページってすげえ鍵だったんでなんか誘導するだけでなんかコンバージョンするコンバージョンするというは無料登録ですから無料登録させるぐらいだったらできたかもしれないですけどうん、まあ、基本的な考え方としては自分のコンテンツをしっかり作っていくっていうベースがないとダメですね、まあ、この YouTube に関しても結局そうじゃないですかうーん はいということでいろいろとお話ししましたけれども参考にしてみてくださいありがとうございます。